どうも、どうも、こんばんは。松本ゆうきです。大丈夫かな。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、はい、今日は MTG アリーナでスタンダードやります。はい、あ、どうもどうも、こんばんは。今日使うのはこのなんか怪しげなね、謎のジェスカイウィザードフェザーです。はい、もともと僕ですね、この青赤ウィザード、これですね、これはちょっと知り合いのデッキの完コピなんですけど、使ってみて結構強いなってなったんですけど、なんかこうやっぱね、こうクリーチャーがね足りなくて、なんかこうスペルは強いんだけど、なんかエイデリザね結構強くて、まあ、こいつも強くて、この2枚は非常にグッド、まあ、こいつもまあまあですね、悪くないんだけど、なんかこうやっぱ肉が弱いなみたいな思ってたところに、フェザーを入れるという新機軸が発見されてこうなりました。はい、ジェスカイウィザードフェザーです。なんで今日はちょっとこれをね回して、僕まだ今ランクがゴールドなんで、まあプラチナぐらいには行きたいなみたいな感じですね。まあ、とりあえず回しましょうか。マッチランク戦ジェスカイウィザード。ちなみに昨日 MOCS プレマリー、 MOCS 予選、 MOCS 予選、予選かな、予備予選だな、まあ PPT 級的なね、あれに参加したところ 3-2 ドロップでしたね。はい、一応まあもう3回戦 3-0 したら抜けの可能性あったんですけど、まあ3回戦目までに、んじゃあまあ 4勝戦までに2敗したらドロップしようかなと思ってたんで、ドロップした次第ですね。あ、なんか引くやろ、一応オプトを受けとくか。はい、まあ、結構ヤバめの反応ですねエイデリーズはね強いんだけど、エイデリーズだけだとねそんなに強くない。エイデリーズ重なると弱い、もうこれはね終わりですね。まあ、エイデリーズとりあえず走って除去ってもらってからの赤身とか、赤身とね、あもうやばそうだな。とりあえずでもさすがに走るしかないから、オプト打って2のクリーチャー引けると、まあ、それがベストなんですけど、基本的に、まあ、グルール恐竜って除去も少ないから、エイデリーズ、まあ、出して死ぬこともないから、あんまり今プレイする必要もないんだよな。でもいいか。ちょっと弱いな。まあ、ここで来るもの次第ですね。あ、どうもどうも、こんばんは。あ、ジャンド、なんかジャンド恐竜ってのがあるということはね、大噂は金がに聞いているんですけど、なんかどうなんでしょうね、何が起きるんでしょうね。パス、はいはいはい、じゃあとりあえずオプト、はい、お肉が欲しい、おお、よし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 、まあそういうのですね。これだったら除去っても良いですね。ライフ支払って、なんかめっちゃ火力持ってそうですけどね。あ、とりあえずブロックして固定してアタック、あ、打つか。はいはい、でいいか。大丈夫です。何があんのかな、もう火力あったら絶対打つと思うんだけどな。なんでしょうね、なんかこのなんか停止してるってことは、なんか持ってるはずではあるんですけど、なんだろう、わからない、何も実は持ってない。ジャイグロとか、あ、どうもどうも、こんばんは。なんでしょうね、はい、ダイナソーして手つかずの領土なんだなんだっつってこれはこのっつってよくわからない。僕もね、ジャンド恐竜のリストをね全く知らないんでよくわかんないんですよね。黒は多少濃いのであれば、まあ、こういうやつはね、白を破壊する、
黒のやつが効いたりするんだけど、まあ、まあ、赤も黒も両方引っかかるか。まあ、フェニックスでもいいかな。黒、まさか赤だ黒、カラーだとこのカード両方引っかかっちゃうのか。結構やりづらいな。緑の夜対策はもう引っかかる。え、あれ引っかかんないか。アリーナは無料でまあまあできますね。まあ、ちなみに僕はお金払ってますけど、まあ、この前浜軍団 vs 小島軍団っていうなんかまあ放送があったんだけど、そこでね、無料で どんぐらいいけるかっていうチャレンジがあったんですよね。まあ、そこでやった限りだと、まあ完全無料であんま時間かけなくても、とりあえずシルバーとかゴールドまで行くぐらいの資産はすぐ手に入りますね。まあ、ワンデッキ分ぐらいはすぐできるけど、まあこういうね、ランドがいっぱい入るデッキとか、デッキ2個目とか考え出すと、まあまあきついですね。なんで、まあ何をしたいかにもよるかなっていう、有料無料の話になると。で、なんも、フェニックス入れてもな、なんか何も入れるもんなさそうな気がするけどな。絶対ラノユルとか入ってるでしょ。ラノユルとかいるんだったら、あ、でもあれか、2マナ兄さんいるんだったらラノユルいないかな。なんかこう、ね、ラノユル次第ではショック抜いてもいいんだけどな。あ、まああれか。じゃあ、ここ減らすか。こんな感じでやるか。はい。エスパーゴンがやりたい場合に無料でやるのは、まあまあ大変ですね。まあ、かなり時間かければ、まあ、その、無料になるんですけど、やっぱりまあ、初めてすぐにエスパーゴン使いたいなーってなるんだったら、まあ、ある程度の課金は必要ですね。まあ、具体的な金額はちょっとわかんないんですけど、まあ、でも大体その聞いた感じだと、一番高いパッケージ、1万円かな、入れると何でも組めるっていう、まあ、デッキ1個は何でも組めるっていう話は聞きますね。まあ、キープで、ショックランドが1枚で、色的には青枠が一番いらないかな。赤、赤、青、青。いや、青もまあまあ欲しいから、これでいいか。白、白。フィザーで、あれは叶えるかどうかだけど。青タップアンタップインして赤欲しいから、まあ、こうだな。はい、このデッキね、まあまあな安デッキなんで、結構ね難しい寄りなんですよ。マジ無限にミスるでもこのハンドはミスらなそうですね。なんかもう単純このカードね、なんか1枚引いた時って、ああなるほど、1枚引いたとき強いんだけど、お、いい、いいやん、これ。オプトからか。オプト打って、一応、こっちの方がいいか、奥の。オプト打って、はい、いらん。ショック。ショック。オペテック。ってことは、これ、もしかして、恐竜、人間。で、これ、もうランドないでしょ、これ、絶対。こう置くってことは。土地詰まっとるやん、これ。めっちゃ事故ってそう。あ、3枚目、そういうパターン。はいはいはい。でけえ。あれはでけえ。やべえよ。あれはやべえよ。つって。なるほど、ジャンド恐竜。そういう。確かにね、黒、なるほどね。そういうことが黒要素。こいつ一緒でねえじゃん。すごいな、マナベースの限界に挑戦しているでしょこれ。ちょっとやべえな。なんかいろんな意味でやばいな、あのデッキ。完全に無法だよ、もうデッキが。つって白残っててほしいから、あ、違う違う違う、それじゃない、赤白を残しですね。青、これでまあ除去が引けるといいなってやつですね。除去か、まあサイリングプロテクションでもいいかな。まあ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 、ダメではない。これだと、今打つ必要はあるかな。チャンプするとして、2出して殴るかどうかな。結構ね、難しいですね。11になるでしょ？除去られて殴られると残り2でショック。まあ、難しいな。実際はね、多分あいつかな。アルカニストは入ってますね。非技術師。5点入れるのも、まあ、かかんない席の方がいいかな。ここはもう、内側に行くか。次のターンって、このターン5点入れて、次のターン A デリーズからアタックで、6、7、
10点で勝てないから、まあ、打った方がいいなこれ。はい、すす、お、じゃあ4点、でターンで帰ってきて、まあ火力引けるといいなって感じですね。2点4点、あるいはプロテクション白、あ、プロテクション X、 あれがまあ最低値かな。それだともうチャンプするだけになっちゃうんで。なるほど。はい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 、強い。これはもうチャンプですね。4-3になっちゃった。まあドローして、ウィザードライトニングはちょっと遅いな、さっき引いてればな。これ引くんだったら殴ったら勝ってましたね。難しいなこのゲームですね。あ、引いた。よし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 。これで一応レギサウルス対処まではいけて、赤あるから、一応ここで、でもこれだと死んじゃうんだよな。これだとレギサウルス処理でここ倒せない。ん？いや、いけるか。あ、いけるな。ウィザードライトニングがあるから、ショックインで、これチャンプに回った方がいいかな。回った方がいいな。チェック入れて、これでいいね。ん？あ、ダメだ。赤バナは3つしかないわ。まあいいか。しょうがない。無謀な怒りをこうって。だったらあれだったな。今打つ、全くなかった。ミスったな。まあいいや。打っちゃってじゃしょうがない。で、で、打っちゃったんで、やるしかねえわ。ミスったわ。殴るか。死ぬ、まあ、恐竜プラス火力は死にますね。まだ、あ、でかい方チャンプ、これさ何もなかったら返し勝つんだよね。どうしようかな。火力なかったら勝ちって結構ありちゃう、これもしかして。まあだったら殴れるって話だけど、3、4、4、これが3点分だから3は勝つよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、ちょうど12点ある。殴んなくていいか。じゃあ、殴れ、打てねえわ。チャンプするか。いや、打てるよな。いや、これはじゃあスルーしよう。あったら負けです。あったー。ってかすげえの入ってた。立腹。ご立腹か、ご立腹か。そういうのね、結構マジですごかったな。フェッチ再録して色川環境いいですね。僕も色川環境結構好きなんですよね。あまりこういう左に2枚入れていいな。フェニックスのなんすごいな。こんな感じでいいか。はい、ニストだけ、まあまあいいでしょう。どっちからでもいいから、まあ、だったら一応、ショックインする。まあ、一応しとくか。ラノエルがいるかもしれない。いや、でも、オペテク。でも、1、2も入ってたし、入っててもおかしくないか。まあ、基本はでも入るよな、ショックインで。おう。入ってなさそうな気もするけど、お、はい、
違う方だったな。なるほど。そういう。アルカニストが2枚。よいしょ。これは強いっすね。とりあえず2点4点で1体あいつを背負ってからの。はい。クロックがちょっと低いのがね。フェザー引きたいですね。あるいはあいつ、アルカレスじゃねえや、なんだっけ、こそこそ、エイデリス、そうそうそう、これね、これがあると打点がすごいことになるんですよね。一応、このターンに、これはあの今5点分になってるんで、5点、10点、14点入るんですよね。まあ、なんもなければ。なんもなければ入るし、いっちゃうか、これ。15点入れに行くか。萌え柄の風、エイデリスで。ショック You are shock。 あるか、あるか、なんかめっちゃ止まってるし、ありそうだけど、あるとね、このショックもったいねえなってなっちゃうんだよね。はい、あー、しかもショック。はい、じゃあ2点で。よいしょ、すいません。もうリソースがないよーつって、オプト引きたい、オプト、オプトくれー、オプト、あるいは果敢な一撃でもまあまあ許すって。ああそれは強い。はい、うーん、まずいな今のがね、通ってればね。まあ、まあ打たずに殴る。うわー、いっぱい来た。きつい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 。交流代理人頼む、交流代理人。殴ってくると何か引けば一応すごくなるけど、お、オプト引いた、青赤でいいね、よし、オプト、これだと微妙か、一応4点2点打って片方オプトで倒しに行けるけど、いや、ここはちょっと上を狙いたい。うわー、最悪、これはしょうがないな。この順番でオプトから解決して、下に送って引いて、打たざるを得ないけど、ただただ死んじゃうからね。あ、リソースが切れたな。多分スルーで2点入って9。強いターン、トップでオプト引いてからエーデリスからで一応まあ勝てる可能性があるのか。お、ブロックしてきた。はい、そうですね、か、出した方がいいな。終わり。さっきエーデリスだけパンチよかったかな。4点で5でもよかったか、ショック構えで。ライスの前、ライスが選ぶようになっちゃうから、ちょっと難しいですね。ライトニングストライク、あとまあ2マナ5点もあるから、うん、まあ結構3ターン、4ターン目か、4ターン目あれはまあまあでよかった気もする。難しいですね。まあ裏目はいっぱいあるから、最大1人に行く方がまあまあ期待値高い気はするからいいかな。で、こっからだと、まあ、オプト、まあ果敢な中継がベストか、一応カードとしては連鎖する上ではね。おう、ドームリー、いやー、ダメだ。それはやばい。それはやばい。やめろー。プラスしろー。プラスしろー。つって。プラスしろー。あれ、飛行を倒せ、飛行を。もう本当に飛行を倒した。え、まさか俺死ぬこれ。ダブルストだと12点か。まあ、知らないか。ダブルストでは知らない。はい。9。で、無
法物フェザー、ちょっと元気出てきた。フェザー引くと元気が出るな。あ、撃っちゃった。ないじゃん、ショックしかないやん。おい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 、ショックって、ショックか、ショック、なるほど。まあ開始しならない前提で出して、無法の、さっき俺撃ってた、もしかして。撃たなきゃよかったよ。フェザー出すか。これはまあ、ドムリ倒しに行って、でもあいつを倒したいから、倒したいよね、めっちゃ倒したい。でもドムリしては別にいい か、ここにショック打ってドムリ死んだら大丈夫、それでいいか。これ一応自分ニュースってのもあるんですよね、ショック。これ自分ニュースと回収できるんで選べやする。まあここに、でもこれやつだったら自分に打っても変わんないな。相手がブロックするから選択肢は一応こっちにあるから、まあ自分に打つか。はいはい、無法の恐竜にブロックされたらエンドに帰ってきて、でじゃあ打つよと。はい、あ、途中キャセだ。まあほぼ変わんないからいいか。これで残り4になるはず、はず。ご立腹でも一応1残るんですけど、どうですかね。あー、クユミのレインジャービビアン。どっから出てきたお前はつって。まあでもこれ言うても3番しか入ってないのかな。いやー、負けー、もう返せない。いや一応氷だり人がある。いや、まあ一応やるか。1、まあ雨がランドして氷だりに引けば出した。プロテクションとか欲しかったな。プロテクション4号強いな。あれを触るには青の対抗エロ対策カードしかないかな。オンデスカイ、キスカイラの、そうですね、白の方が有効色だから。先手マリア、まあ弱いけどやるか。果敢な地域欲しいな。キャンプリップしたいな、これ。何か送るか。ヴァンパイアです。じゃあね、フェザーが揃うと勝つんですけどね。まあ、エイデリズでもいい。ハンコンがね、ソリンのハンコンとかあるから基本フェザーじゃ勝たないんですよね。ヴァンパイアルート結構やっぱりハンコンモードが強いから、プラスで そうこいつね、これ4点ゲインとかねしてくるのが半端なくて、これもうソリンアザシタルモードで行くしかないな。ソリンだけは許してくれーっつって。ソリン回しに強いからな、あいつ。ロード、はい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 。これはどうしようかな。まあ、ハンコン倒すか。ウィザードライトニングで、あれ、難しいな。ロード倒してもいいですね。ロード倒すか。結構でもう2回ゲインされたら同じだから、こっち倒すかいいな。ハンコン倒そう。はい、ただこれなんか強いの、強くはない、弱い。ここで目で6点クロックあるからな今のところ。うわー、8点クロックになった。これは
タンと倒すか。一応これプロテクション、まあここに打つスタックでプロテクションつけると倒すだけでいけるんだよな。で4点ペイ したら結構ね相手もうやばいんちゃうってなってくれると信じていくか。4点ペイで6になったら浮き相当広いから、で少ないでしょ、その方が分がいいかな。誰死ぬと黒く低いからその方がいいな。そうするか。待って、これはフル操作モードにしてこう、んあなたがコントロールしなくちゃいけない対象として、え、あれ、ん一つ、あ、そういうこと、はい、一つを処理で、一つを処理、一つを処理からのプロテクションをつけて、一つを処理で解決して、赤、え、なにこれ、赤、あ、そうなるんだ。オプト、まあ上でいいか。はい、解決、はい、パス、はい、はい、9、あ、12、野心か、うん、まだ飛ばない。よし、で返しでし、いや、33反抗は強いな。す、下、あ、ランド終わり。サブ6、10点で知らないけど6、4、3点ゲイン、やべえ、負け。他のお肉が、こいつはね、こいつだけだと弱いんですよね。よいしょ、はい、これこれ、ウィザードライトニングと、ウィザードライトニングと、で、かわいい、ヴァンパイア、フェザー引くと大体勝つんですけどね。どうもどうもこんばんは。そうですね、ディスカイウィザード、ジスカイウィザードフェザーですね。ウィザード要素にフェザーが入った感じ、使えば使うとねこのカードすげえなって思うんですよね。まあ、結構やっぱ自分との戦いがね大きいデッキですからね。このスペルばっかりもあれば肉ばっかりもあって、まあ、今回はほぼ肉ばっかりっぽいの反応になってますけど、結構そういうところがね難しい。この半、ね、プロテクションもね1枚引く分にはすごい強いんだけど複数引くときついんですよね。難しいな。こっちから引くか。はい、ランドが欲しいしスペルも欲しいから結構今ねニッチもサッチもいってない状態ですね。はい、ここで状況が引けると最高なんだけど、引いた、すごいショック。どこ、両方ともショック。1点。あとはオプト来たよ、オプト、アダント、イエスで野心が強い。オプトがいいな、オプト。ランドだと、これだとね、白が足りない。くぅ。これはまあ2点でいいか。で、ブロックして、プロテクションでとかも全然あるな。アジャニー、そういうのもあるのか。アジャニーか。強いな、めちゃめちゃ。アジャニー。しかもロードも帰ってくる。やべえ。白つけて守るか。オプトか。いるな、それは。苦しい状態だな。フトは下、ウィザードライティングは良い、戦闘時に停止、攻撃して後に停止で、アジャニ
か、これは。いや、難しいな、これ。火力を打つって考えたら、まあ、こうでもいいか。7点きついけど、こうするか。欲しいんだよな。これはもう引くか。はい。出足に倒して、火。でフェザー出して、ああロード二枚目強い。うわあ強いまずいー。ロードは強えな。フェザーだとな。これダメか。負けてそうだな。プロテクション打てないし、ジャンプブロックで、いやまあ何もないことになってやるしかないか。終わり。まあ、絶対なんかあるよな。まあそうですよね。負け。くー。苦しい。グリコンやばいんだよね。グリコンは一番きついマッチアップの可能性がある。ニコル・ボーラスがねやばいんですよ。ニコル・ボーラスがMO でやってる感じだとケジスとヴァンパイアに結構相性よくて、グリコンがねマジでやばいんですよね。勝ったことないレベルできつい。回復か。これね、軍団のなんだっけ、あれ2以下追放するやつね。あれがね、あれがあるんだよね。軍団の最後だっけ。これがほんまに終わりで、お、しかしない。うわーそう来るか。いやーきちいなこれ。プロテクションだけ、プロテクションだらけか。やべー。しかもな、グリコン除去めっちゃ多いからな、全除去入ってるから、まあ、行くしかないけども。これケースみんな回してますね。なんでも俺回さなくてもいいかなみたいなところはあったりします。陽気珍しい。いやしかしこの3枚のプロテクションやべえな。魔性、お優しいピン除去。うわーランド引かない。引いたけどこのターンは、まあ、構えていこうかな。一応こいつで追加ドローできるんだと全然話変わるから、ここで、お、よかった。ここでね、5ボーラスするとやばかったんだけど、まあ、5ボーラス来なければ。しかし、アルカニストがくー、このアラシドグ君が完走するしかないですね。あ、エマグライトニングってことは全除去系があるってことかな。4枚見えちゃったそうなるか。それはちょっとやばい1枚でいいからな、そのカード4枚引くと4枚引くやばいよ。
ってないからなおかつに。オプト。ランド、ランド必要、ランド必要。終わりか。一応、進む儀式があるので、それを契約で、ボーラス。もうこの時期のボーラス、何も怖くないな。3枚ぐらいポイできる。はい、いらんっつって。で、エイデリズが殴って勝ちそうだな。あ、勝った。で、罪ですね。はい。アタック。大したもん入んないんだよね。相手のいっぱいカードが入るから、ショックショック。これこれ、一応ちょっとは残すけどね、フェニックス、フェニックス、あれフェニックスなもんかな。一応ショックの方がいいか。ケフネトにもまあ効かないし、まあ、これでいいか。火力全抜きで、まあ一応これとの絡みでショックだけは残していいか。その方がいいか、うん、はい、止まりがんです。さっきから激しい反応が多いな。プロテクション4枚とかやばかったな。感化できちゃう。ちょっと待って。マリガンしたい。相手が。なんだなんだ、時計出てるの、時計。悩ましい反応なのか、トイレか、どっちかですね。トイレっぽいなぁ、これ。いないっぽいなぁ、単純に。やめろ、やめろ、死ぬなぁ。死ぬなぁ。あ、死にそう、これ。時計がゼロになったけど、まだしばらく猶予があるのか。これ見えづらいんだよな。時計2本目とかあるのか、サイドボードから。おーい、おーい、暇だ。この虚無の時間、こっちの通信エラーだったりしないのか、もしかして。これはよくデジタル TCG だとあるあるなんですけど、相手が動かなくて、なんか相手動かねえな、勝ちかなかなと思ってたら、こっちの方の問題で通信が止まってて、こっちが負けてるっていう、ね、よくあるやつですね。シャドウバラとかね、マジでありますね。あ、相手が動かない、勝ったかっつったら、あれこれもしかして俺がっつって死んだっつって、ありやつけど、マジで動かねえな。投入するか。あ、やっぱ動かない。これは、なんか通信っぽいな。こっちじゃないかな、多分これ。
これちなみにこっちはいけてるのかな、通信の方、通信っていうか放送の方はいけてるかな。ちょっと他のやつどうなんだろう。実は普通に通信がいかれてるかもしれない。ちょっと放送配信開いてみようか。いや、いけるな。再起動するか。グラフィックで。負けてる。やっぱりこっちのあれだった。なるほどね。あ、しかもこのハンドル挟まってたんだ。敗北になってる。はい。いや、こっちの通信だったか。通信だったな、よくやるやつだったな。はい、やります。タップイン。はい、ランドが集まってきている。見てはこれエスパーかな、エスパープレインズウォーカーかエスパーコントロールか、にしろこのハンドラときついのは変わんないですね。青白フライング、フライングがもしかしてあれ。はい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 、まあ、ショックがあってよかったねと。白から置いてショック、プロテクションがあればな。ケイヤの怒りじゃねえや、ケイヤの、なんだっけ、誓いか。ケイヤの誓いとかで死んじゃうからね、ちょっと。お、しかし、スクライ。ここで、スクライ引け、スクライ、プロデーション引けると、さっき4枚引いたあれ引けると、スペルがないからきつい。オプ、とりあえずオプトでもいいから引きたいな。チマラの除去以外のスペルを、まあ、除去だったら4点2点を引きたい。はい、からの思考消去、どうぞかな、これは。はい、どうぞ。フェザー取られるときついな。ここでね、こっちポンってやってくれるとすごい楽なんですけどね。相手のハンドにもう軸がないって分かるんで、でも軸がなくてもこっち側落としそうと思ったらで上。はい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 、もうじゃあ全部いくか。ゴー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 、ショック、ショックがあるのに、あれださ、結構強端ですね。一切軸がないんでしょうけど、はい、かかんない地域引いたら爆発するんだけどな。まあ、オプトでもいいけど、オプトでもいいな。てか別にプロテクションでもいいからな。まあプロテクションかかかんない地域かオプトか2点4点か、占い師18枚受けかな。
18枚のどれかだったら喜べる。それだったらそっちか。はい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 。それしばらく何もしないですけどね。フェザーです。はい、まあでもこれでね、除去られても大丈夫だからね。人質取り、はい、飛行三四飛行がきつい。もしかしてこれ三四飛行がきついやつか、これ。うわースペルが来ないけど、なんかいける気がしてきた。で、423とか除去じゃないと相手死ぬからね。除去じゃ死ぬから、ケイヤズオース、ケイヤの違いか、あれとかだといける。あ、どうもどうもこんばんは。フェザーはね、そう、環境的には強そうだなと思って今いろいろと模索中ですね。普通のフェザーの方がいい可能性もなくはないんですけど、まあまあ主にマナベースの問題ですよね、とか、まあ二番駅の問題とか、まあそこはちょっとわかんないですね。僕はまあこれ楽しんで使ってますけど、結構 MO でもね、まあめちゃめちゃ難しくてミスって負けたりしたことがあったんですけど、結構調子良かったんで、意外とできるんじゃないかなっていうあれでおりますね。はい、まあ丸焼きは入れよう。で、ショックが怪しい気がするのでショックは抜く。では、まあ、こうでいいかな。ここなんかいるかな。ネゲートは弱そう。ギデオンどうかな。エスパーでしょ。黒の夜対策は入るか。白も入る。フェニックスとギデオンピンピンで入れてもいいか。ちょっと除去がフローしてるから少し減らして、本体火力ゼロになるけど、まあこんなんでいいかな。ちょっと太めに行こうかな。どうなんだろうな。相手のボーラスの城塞型とかだと、まあ細かくライフ詰めれる方が強いから、ギデオンよりも火力の方がいいんだけど。アルカニストが残ってくれると強いが、後手なのでほぼ残らない。まあでも受けは広いですね、このハンド。もう何引いても22速攻以外は強い。22速攻もまあ道中の1枚ならまあまあ。はい、でハンデスではなくか。これは難しいな。除去で死ぬのをケアして我慢するかどうか。我慢するか。まあ別に除去を打つのもね、クリーチャー必要だしね。とりあえずかかんない地域をあいつにプレイをしよう。ハンデスが一番きつい。ジュレスならいいけど。はい、2点イエス。お、終わり。じゃあ、ハンドします。はい。キャントリップ。こういうね、グリコンとかだとね、打てなくて困ることよくあるんだよね。赤白を残したよね、どう。フィザーが残って勝ちってこと、もしかして。お、これは完璧では。じゃあフェザーします。白白はないからショックインか。ショックインで白マナ残し、白白赤でフェザー出してアルカニストが殴って、で、はい、ここに
枚持っておくと盤石。まあ他に欲しいことももうないし、これでいいか。はい、で、終わりに、これはいけるか。まあこれでもこのターン3枚除去とか、あるいはハンデスプラス除去か。思考消去プラスインスタントダイビングの除去って感じじゃなければ、まあ大体いける。これ下手にブロックするとヘリックスプラス除去で死ぬ恐れがあるか、スルーするか。やったか、やったか。これはい、ケイアズウォースよろしい。この本体かな。はい、でもう盤石の姿勢。じゃあ除去るか、こことここ。はいはい、で殴らず、殴ってもいいか。フェザー負け目はあるから、まあ2点食らう分には影響ないから殴るか。でプロテクション、プロテクションで使うから打たない方がいい。はい、うん、あ、言ったか。メインでこっちのターンで打つ必要あったな。点4点で負け目を作った可能性が大いに。あ、よかった、受け入れあるから残しておいてもいい。いや、そのオプト引くか。オプトでいいな。あとはオプト。はい。お、ウィデリス、これですね。これだと次のターンに勝ちはしないか、それでも。終わり。はい。これでまあ7あるから、ヘリックスが必要で。ほとんど負けないはず。まあラスだけしてやばいけど、そう、これね、これだけやばいんだよな。プロテクションもっとこう、怒りは1枚あるかけらないか。ダッシュ、1万枚打てないのか。2枚3枚打てるから、サーブ6、9、10、15点だから全然勝たないな。でも15点入るんだ、結構ワンパンだし。人質取り、はいはいはい。これは
飯、おぼし飯ってやる方がいいかな。それも1点4点でいいか。キープ、はい、おフェザーも引いたけど、まあエイデリーズだけでいいか。青、赤、青、エイデリーズ、水は取られてるんじゃないもんね。じゃあ引くつか。血を引いた。血を。すべてその対攻撃で果敢な一撃を。お、これは勝つんちゃう？4、8、13点でしょ？いや無理か。除去終わったあれだし。13点だけにしておく。と言ってもいいか、一発とか。そんなに恨みはないな、一発だったら。ふと上。はい。一応ね、何もなかったら勝ってるけど、まあ何もないことを前提に置くとひどい目に遭う可能性が。まあ、私まだフェザーと2枚のプロテクションがある。で、まあ、ラスラス、もう一枚のラスじゃなければまあないでしょう、そんなね、ラスとかね。よいでしょう。めっちゃおばし飯あるぞーっつって、もう一枚だったら負けんぞーっつって。テフェリー、はい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 、キホペ、ショーネとかプロテクション黒うーえ。ハーリーで、これは占い師にスタックして打つか。1枚残して打って、これ3にしたらよかったかもしれないですね、あれ。
そしたらラスで打たれてもフェザーワンパンで勝てるからもうほぼ勝ちでしょうっていうことで、うーんタップイン、世界で一番きつい。フェザーもそうでしたけどね、ジョキコンもきついっていう。ギャー、だからそのカードほんまに簡単に罪が発生するからな。これマジでこのカード良くない。軍団の最後やばい、リソースが尽きた。あー本当にリソース尽きた。投了してもいいな。どっちだけになってしまった。ハンデス持ってこないわ、相手に。負けました。負けました。いや、グリコンはね、全除去もあって、ボーラスもあってね、マジで勝てるやつほとんどないんだよ。2枚だからね、フェニックスもあんまり出ないんだけどね。先手、今回はワンタップイン。燃え殻の風、エイデリス、ドミナリアのレジェンダリークリーチャー。こういうね、1枚しかない時だったらね、最後の軍団の最後とかね、別にまあまあまあみたいな反動を見れるだけなんですけどね。で反動見るのも強いよね、やっぱり冷静に見るなよっつって人の反動勝手に見るなよ。22速攻、攻撃機使ってるとディグスルーダイメが欲しくなりますよね。お、パス助かります。いやでもこれ、いやこれすすの儀式がある、やめろ、もうすすの儀式だけやめてくれ。マジで負ける、あのカードは簡単に 1,2 交換されたらたまんねえぞっつって。パス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 、やめろ、うわーやめろって言ったのに。でフェニックスがプレイできれば、できなーい、できるわけがなーい。なぜならそっちは22枚のため、22枚でそんなにプレイできないんだよな。そしてここは分かった、5ボーラスやばいんだよね、4ボーラスもやばいんだよね。でイーデリーズは自分がプレイできないときは出さない。
しょう。フィニッシャーもね、どうやら持ってないようですからね。あるー、強すぎ、兄ちゃんならフェニックス強されるし、あのから強すぎる。終わりました。さすがにグリコンは終わり。このね、タイフィザー最強デッキと戦いデッキですからね、グリコンは。その分ケシスとヴァンパイアとスケシンリーはいいんですけど、マジで多いんだよな、この、まあ、多分ランク帯が悪いんでしょうけどね。このランク帯グリコンしかいないからもうきついっつって。エモだとね、結構勝てるんですよ、このデッキ。そしてもうグリコンだけは引いてくれっつって、メタゲームにちゃんと淘汰されてくれっつって。もしかしたらサイドがいけないかもしれないですけどね、ケシスとかには。表、ショックあり、まあやるか。これは赤のショックインが。ここでアルカニストをぜひトップしてほしい。のしげみ、そういうやつ懐かしい。キャントリップするか、これ。いや、しないか。懐かしいな、そういうあれか。いや、しかしまだ出てこない。ここで2をウィザード、エイレイズ。これフィザーでもよかったかな。なんか車の波っぽいし、ワンチャン違う可能性あるから。え、何、一瞬ってことはあれか、エクサス的な、そういうあれ、青緑なんかあったね、クリーチャーネクサスみたいな、そういうあれかな。これはフェザーが多分安心して出ると思われるので、あ、こっち引いた。よし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 、でいいかな。相手の第2名に停止。はい、え。なんか知らないデッキだけどっつって、まさかあれめちゃめちゃ探検するデッキなの、もしかしてあれ。しかしちっちゃなやつでは、一番下にアンサーマンしかないから、さすがにいけるだろう。プロテクショングリーン。土地はいくらあっても困るものではないか。ショックインに出すか。これ絶対これもう模写すやん、もう模写す。赤マナ残して叩きたいので、赤青でエイデリーズをプレイして、終わり。殴ったら死ぬため、浅瀬は探検ではない。はい、公開してほしいよな、あれ。見せてくれよ、つって。ショックイン。レインジャー。イエス。はい。爆発的やべえ。それはやばい。爆発的はやべえよ。だって、やべえ。待って、これを6、いや、倒せるか。よし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 。相手のあれによってはこうするな、てか損失なくいけますね。これはこれでも先頭どっち、これ AD リーズが先頭だよね、これね、だよね。
これどっちが先頭これ。これエイデリスが先頭でいいんですよね。フェザーが先頭これ。どっち？これまさか2分の1ってやつ。いやでもなんかこれをこうしたってことは多分エイデリスが先頭だと思うんだよな。ほんまかこれ。いやどっちだこれ。いやでもここから近いのこっちとかだから。フェザーかこれ。フェザーじゃないこれ。頼む。およしこれで。外した。エーデリス先頭か。外したか。このまま出さないな、エーデリス。ババからにできるから。そう、これ、爆発力あるから、これ死亡めちゃくちゃ痛いんだよな。そう、鈍い位置強すぎだろ、もう。で、やめたらないか。模写があるから、ここでやめとかないと。左側が多分先頭なんだな、あれヒット。でも、なんか前で、そう。え？いや、そうだね、そうだね。うん、そんな感じだったね。いや、覚えがある。そのデッキに覚えがある。浅瀬は、ショックを打たざるを得ないか。てか、まあ、ショックだな。いや、こっちいいか。はい、これでまあコピーされるのはもう防げないけどもやめないですね。強い土地がいいなそれ。よしこれだと一応。あ、ミスったー。まあ、あとか。いや、何でもいいから。で、ここにチェック入れておかないといけないんですよね。いやー、ショックインするか、これ。エイディレスいたらこの間めっちゃ殴ってるんだけどな。そう、エイディレス、なぜエイディレスがいないんだこの場に。これ6点ぐらい、もう6点詰まってるはずなんだけどな、これ。あ、しまった、ここにチェック。私はグッド。はい。果敢な一撃。フェザーめっちゃ引くな。はい、おしまい。第2面に停止。
点で一応打っていいな。さっき送ったけどランド引きたいな。あ、終わり。これとエイデリス捨てようかな。それでも村が足りないから全然大丈夫だな。フォグもないもんね。浅瀬を回収、イエス。瞬間この瞬間マジで気持ちいいな。はい暗い100点ぐらいだ。次だ20点ぐらいか。あ、やったぜ。これメインか今のメインか。なるほど。リングマンは強いか。さすがにリングマンは多分強くて、ネゲイトがどうかな。多分、いやでもトバに入ってこないか。トバは青のカードだけだもんね。一切メインに存在しないから、夏のトバは入ってこないはず。考えるとちょっとネゲート待ってるかな。どうなんだろう。タミオを、まあ、多分入ってるだろう。ゴニッサ、ネクサスの、まあ、3枚しか、あと一瞬か。でも大振りのアクションだから決まったらめっちゃ強いし、あとはいえ抜きたいものも、まあ、おぼし飯が弱いか。おぼし飯は基本的に弱いから、まあ、全抜きしてもいいけど、一応投下しながらことあるかな。おしめし、おしめし、まあちょっと残すか。サイド後にあれか、赤い字も飛ばすやつは入ってくるか。じゃあまあ2枚でいいか。ウィザードパッケージは減らしても良いが、これはな、無類のクリーチャーがあんなに多いとあんまり効かないか。あ、もし余ったな、まあ、バインサワルから減らしちゃってもいいかな。スペルを少し減らしてネゲーターにするか。分かんないし、とりあえずネゲートを2枚入れてみよう。青緑なんだっけ、まあ、ランプ、クリーチャーランプ。ランド引いたら強いな。やるか。引いたら強いし
1枚はね、基本的にはオートで割り勘なんだけど、よっしゃ、引いた。いや、引いた時のリターンがめちゃめちゃでかいですからね。バイバックする呪文が3枚あって、かつネゲートもあるから、まあ、2万でしばらく止まってもなんとかなるでしょう、ハンド。あ、やばい。もしもしめっちゃ引いてきたな。で、次のターンからネゲートを構えれば一応ニッサはいける。マサセをショックできる。素晴らしい。強い。気を打とう。で、ショック。で、このニッサは消せる。さすがどうでもいいでしょうつって。ちょっとか。はいはい。まあニッサとかじゃなければね、何も起きない。引かないけども、ここはクロック出しに行くか。まあニッサも。まあ、処理できるか。打ってよしだな、これは。はい、ハイドロイドがやばいのはそれだな、それはあるな。そう考えてもやっぱドローの回数減らすべく動くべきべきで、はい、よし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 、分かった多分このターン引かれなければ大丈夫そうですね。まあそんな感じでハイドロイドは負けられるな。よしよしよし、ぶつかってきたぞ。今プライズであったあのドレイク、あれ結構やばいんですよね。あの MOCS プレイマリーで青タン踏んだときにあれにエンチャント貼られて一生触れずに危うく死ぬところでしたね。なんか相手もそのドレイク引くまで結構長くて、まあ、もじもじしていたんで、まあなんかそのエイデリス含んでこうすごいことになって勝ったんですけど、あのドレイクやべえな。あのドレイクマジで強いですね。なんか青タンもサイド後結構強くなってて、まあ、ワンチャンあるのかな。でいいかな。ショック方がいいでしょう、大体の場合。初手は特に小手だしね。うん、タッピンでいいか。2ターン目だったらあんまないでしょう、タッピンには。あれなんだ、ティムールエレメンタル、懐かしいというか、いや、そんな懐かしくないのかな。強い強い強い。マナカ作をね、サンタナがマナカ作になるのはやばいですよね。だから56やべえんだよな、56。そう。お、両方ともチュンチュンできる。オプトから行こうか。青マナ。
ておきたいな。で、一応構えるだけですか。で、ショック。ショック。だから本当強いっすよね、アルカニスト。戦慄宗の非技術師。強い。うん、強い。でも、茨の精霊じゃねえ、なんだっけ、茨の騎兵が来ると、まあ、大体終わり。まあ、フェザーがいるからなんとかなるとは思うけど、ちょっと、つれえ。強すぎ、ワロタ。お、しかし、それは助かる。中性値が一気に減った。で、下でフェザーで戻して、ただ紋章かな、結構ここから先長そうだからそれが気になるんですよね。しまっとこう。これで一応館内地域はちょうど4で落ちるから、チャンドラはどうにかなるけど、もう1チャンドラあるとやばい。今のプラスが入られたら負けてましたね。あ、やばい、それもやばい、それもやばい、触れない、触れない。あ、ここはもうランドが良かったな。連鎖するのがね強いんだよな。発言する浅瀬、その手数が手数が足りない、追いつかない対象が。職員やだやだ、オムナスやだ、これ本体じゃん。あ、そっち、よし、中で上でよかった、守れて痛い。打つか、いや、打たれですか。とりあえず打って引いて、エイデリズ、素晴らしい、よりの素晴らしいだな、これは。でもこのターンはいかないか、占い師でいいか。このターンは裏、いやエイデリズからいくと24になってチャンドラ倒して本体本体殴る、ショックインで行くか。で3、4、土地置かれても5点で知らないはず。不当を唱える、サイズアップ、点4点引けるといいな。次のターンにまあまあ倒せる、唐突が来なければまあまあ勝てるな。でライフ実質分14だから、まあ結構勝てそうですね。ハイドロイド、それは考えてなかった。第2目に停止、ハイドロイドか、まあ、2点4点引いたら結構、いや無理だな、ハイドロイド倒せない。はい、とりあえずキャントリップして、これアップキープに打った方がいいかな。いや打たないか。ここであの66でけえでけえ、
トランプルは、まあでもキャンディいっぱいだもんな。このターンに勝つのはここがすり抜けるすり抜けるすり抜けすり抜け、でも3個うん勝ってない、あなんか勝ってる気がする、あ勝ってないか足りてないか、プロテクション青でいいのか、青あ上かかんない一撃おぼしめし、豊かだからこれは丸焼きは効きそうですね。丸焼きは入れて交流代理人も入れそうかな。ハイドロイドもきついしね、でかいの。茨の精霊も入ってるよねきっとあれ。どうかな、分かんないな。とりあえずプロテクションが、まあ、ちゃんいるにして、でも才能はあれか、赤いあれが入ってくるか、丸焼き入ってくるか。そしたら、まあ、ここかな、やっぱり減らすのは。ウィザードパッケージをちょっと減らして、まあ、何しもちょっと減らすか。ウィザードパッケージ減らして、丸焼きと交流代理人かな。キープしたな、オフトから入ってアルカニストで丸焼き打ってかかんない刺激でもう一発とかできたから、後手で、ショックもないでしょう。これはマリガン寄りな気もするな、難しいですね。フェザーもあるんだよな、タップインからタップインで相手もそのターンには5マナまで突破するでしょ。まあ、でもそれアルカリスがいったら終わりにしまう。いやもしな、こっちの動きとしては結構ベストに近いものを持ってるからいいか。トップインからオプトでランド探してアルカニストプレイしてみたいな感じで、まあ、なんとかなるかもしれない。欲しいめちゃめちゃ欲しい、そしてないからもう言っちゃおうかい。キャンドリープ、まずい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 、赤マナが赤マナがない、まずい、頼む赤マナ引いてくれ、やばい、このままではまさせが爆発する、頼む赤マナ、チャンスが、はい、赤マナ、よし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 、さすがにショック打つ、ショックでなんとかなるかもね、ならないか、諦めてアルカニストから行く、いやショック打つか、はい、で次はフェザーですね、星飯フェザーで4点ないからちょっとあんまり強くないけど、まあう
ってないんだよな。いいじゃん、ラムネで。ピザでも、アルカレスの良かったかな。アルカレスたちはポジション守って、果敢な一撃打って、引きに行く方が良かったか。いっさ、強すぎるあのカード。いけないけど、うかつに殴るとめっちゃ殴ってくるしな、あれ。2点4点があればもうあの、これ全部壊せるのにこの野郎っつって、オラオラっつっていけるんだけど、ないからな。せめてこいつらが全部同じ名前だったら、交流代理人で、スパン、やめるか、あれ、ランド以外か。ノンランドパーマネント。それはやばい。ミッサを殴るにはプロテクションをつけなくちゃいけなくなった。基本的に10点入るんでしょ、そこまで。10点入ったらもうドリークだけでも投げられちゃうな。職員でチャンドラまで来る。でプラスか今度は。うわー、学習してきた。これまで4ターン目なんだけどな。難しいな。エレメンタルも最近あんまり見ないですよね。まあ、あんまり見ないっていうかね、大きい大会で結果を見てないだけですけどね。いるのかもしれないけど。MOCS のね、あれも、もうぼちぼち。多分明日ぐらいには出ると思うんで、そこで結構何買ったかなとか見れそうですね。その辺気になるけどね。もう日本選手権が再来週ぐらいかな。にあるんで、26も来週？一応来、再来週か。あるんで、ちょっとね、そこに向けて、ね、いや、もう来週末か。っていうか、今日あれだから、月曜だから。近いな。日本選手権、ちょっとね、向けて、スタンダードをね、ポチポチ入れたいなと思ってるんですよね。ドラフトもね、いやちょっとね、ドラフト、まあ、アリーナのドラフトやってるんですけど、ランクマッチ、ラダー回せるんだけど、マジで勝てなくて、なんかもうね、やばいんですよね。スタートが54位かなだったんだけど、でそこで1回、なんかもう20位ぐらいまで来て、あ、楽勝やみたいな思って、もうこのままじゃあ1位目指すかとか思ったら、そこからもうマジで勝てなくなって、あれよあれよという間に、今600位ぐらいですね。あの600位ぐらい下がっちゃいました。普通に負けすぎてね。ないよあのゲームっつって、ドライブをつって無謀の怒りだから見たりしられないんだよな。占い師かフェザーがベスト。え、まさか死ぬ。ラバコイル、やばい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 。あれリングするの？死ねえな。あれリングしたくないな。タップインで待つか。あー、まずい。あ、まさか。除去が入っているとは。舐めた。舐めてたわ。あ、じゃああれをリングして。いいか。プロテクション。なんか色事故ってるっぽい。物が足りてないっぽいから。打っちゃうか。はいはい。
ちょっと時間をね稼いで、そのはい、フェザー、引かない、これ打っちゃうと思うな、でも打たないとな、打っちゃうか、いやこれはもう負けそうだな、スペルピアス、はい、がないからな、これも使っちゃったし、あー4マナ、何が来る何が来る、4マナハイドロイド、いやそれならまあ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 、ふといいカード、いいカード、ショックやれない、弱い、でもこれはもう殴るしかないな、低すぎる、3点クロックはな、ちょっとな、ラノエル、うん、これ交流代理に交流するか、キラーカードなんだよな、イリリズ引いた、じゃあちょっとで、チャンドラが出てきてエレメンタル以外に3点オールみたいなことが発生する、でこのターンなんかちょっとこうなんか微妙なアクションって言ってもらってニスで何時間かそんな感じでイリリズで爆発してほしいな、降ってきた、しかしこれ、これでオプト引けば、オプト引いてくれ、オプト頼むよ、オプト、オプト、オプト頼む、オプト、はい、オプト、どっちか、つまりなんか有効兵なんだよね、慎重になったな急に、はい、引退、まあね、このターンが誰か引退ぐらいがそうそう、あもういけ、いやーランドランドか、ランド多かったな、もうちょいスペル行きたかったな、今の嬉しいな、今の、うーん、1枚スペルだったら、あ、ノブノブ、この間の、あ、そうですね、僕は宝石の洞窟、あれですね、あの後手だったら、あの反動を1枚ディスカードして出せるですね、あれは僕あんまりかなと思ってますね、あの枠って、まあ、あの枠っていうか、そもそもあのエルドラーシトロンのランドの枠って、まあ、ある程度決まってるんですよね、トロンランドが12枚、ジーンが4枚で爆発域がおおむね2枚
で、荒れ地がまあ大体3枚ひょっとしたら4枚だったり2枚だったりするんですけど、大体3枚で、幽霊街がまあ大体1枚で、残りのランドの枠として宝石の洞窟がね入ってることがあって、まあそれなんでかっていうと、まあただただね、なんか余ってる枠の中で一番上振るのなんかなって時に、まああのカードがね、ここで一旦目パンと起きると、まあめっちゃ上振れるよねみたいな、そういう理由で、まあ大した理由じゃなく入ってるんですよ、なんかあって、実際まああの1枚があるからその後手で出ることもありはするんですけど、まあ、確率もあんまり高くないし、マリガンにもまああんまり強くないカードではあるので、僕はあんまり、まあ、特にねそのランドを採取できるっていうデッキの特性的にもあんまりその1枠をそういう初手依存の、まあ、上振れの枠に当てるのは微妙かなと思ってるんで、なんかまあそれ以外のね、なんか途中、道中ですね、試合の道中でサーチして強いカードの方が欲しいなっていう、まあ、思考のもと、僕はあの代わり何を入れてるんですけど、人によってはあの幽霊街2枚目だったりとか、あとはあの、まあ、青白相手に強いから荒れ地4枚とか、あとはあの道あ、毒サイドとか入ってるな、なんだっけあれ、あの、なんだっけ、埋没した廃墟だっけな、サクって墓地のクリーチャーを回収するみたいなね、まあ、そういう感じの、まあ、ロングゲームに行けるカードかなっていうものを、まあ、結構こう1枠に当ててることが多いですね。僕もそっち側の思考なんで、まあ、あの種が入ってたりとかしてるっていう感じでございます。まあ、そこに関してはどういう思考のもと入れるかですね。まあ、要不要で言うと入れるメリットももちろんあるんで、まあ、自分のエルドラージトロに対する、まあ、感性とかそういう部分にかかってくる気がしますね。まあ、ぶっちゃけ1枠なんでそんな差は出ないから、まあ、好みに近いと思うんですけど、また環境テストのアプローチでもありますよね。まあ、普通にホガワークしかいないみたいな、もうまあこのモダンというゲームは2ターン目で終わるみたいな感じだったら、まあもうね、サーチすることにあんまり価値はないんで、洞窟めっちゃ価値あるしとかね。僕はあの結構あのプロツアーの時は特にそうだったんですけど、意外とホガワーク最強なんだけど、まあ、ホガワークに勝つデッキとかそういうデッキはロングゲームをするデッキが多い。まあ青白コンとか、青白コンとかミラーも一応そうですよね。っていうところでね、どう、まあ、変わり種は結構、まあ、特に青白コンに強いんですけど、ミラーでもまあまあやるんで、まあそういうところで僕入れてましたね。あ、結構ね、あのデッキ、簡単そうに見えて、まあまあ難しいデッキですね。まあ、難しい理由も結構、まあ、微妙で、なんか、プレイが、なんか単純に難しいっていうよりかは、なんかまあ、覚えるテクニックが、いくつかあってっていうところですかね。まあ、そこをね、ある程度、試行回数こなして理解できてると、まあ、そんなに難しくないんですけど、まあ、それでも結構ね、盤面によっては、なんかこう、ここはどっちかな、みたいな、そういうのがあったりするんだけど、あのデッキは、まあ、なかなかですね。実際、井川さんも結構あのデッキ、使い込んでる人間で、僕と一緒に井川さんがね、まあ、その、議論というか、しながら回したことがあったんですけど、その時もね、結構意見が割れましたね。どっちがいいかなみたいな感じで、まあそのぐらいにはまあちょいちょい考える要素もあるデッキですね。お、フェザーいてー14点、レフ14スタートか。これはいや、はえーフェザー、これニッサでも来ようもんならもうメタメタのメタよっつって、ハイドロイド、はい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 、これでフェザーだけになるか。
フェザーっていうカードイージーウィングがマジで多いっすよね。このカードすごいマジで強い、使ってて思うけど本当にねカードが強いっすね。フェザー組み合わせかな。この前2枚コンボですからね、これフェザーと無謀な怒りマジで凄まじいことする。次の環境もフェザー残るんだなと思ったらこの一番強いね無謀な怒りが起こっちゃうんで、まあなんかちょっともうだいぶきつそうですね。このカードありきだったからな、なんかね 両手打ちじゃ弱いからなんかもうちょっとこう地味でもいいからなんかそういうことがあるといいんですけどね、うん、3点5点とかね2マナで上位種とかそういうのがあればいいんだけど、フェザーはねかなりカードが強いので次の環境もなんか頑張るかもしれないですね。まあコントロール要素がなくなっちゃうのでだいぶ残念だけど、あ見てバントだったね。うん、これもしかしてあれあのデッキあれではスケシではあのデッキもしかしてなんかやべえ土地しか引かねえやばいやばい、このデッキランド22枚なのにもうフラットしてるよ。なんかさっきとデッキ違くない、あれなんかさっきのデッキと違う気がするんだけど、ラノエルいたよねさっき、なんかおかしくないか。うわあ、さすがにショックインするか。違うデッキやん完全に。よいしょ、青物使っちゃってる、まずい、くそ、勝手に青物使われたな。下でいいか、すごいね、銀丸のフックがあればドローが欲しい。あー、やばい、切り詰めてるだけあってフラットに弱いんですよねまああの完全違いがあればね多少のフラットも関係ないんだけど、あーバシ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 中央とか2点4点引けばショップキープにして少ないアルカニスト、今はもう遅い、かかんない地域がベストで、ベストワークかな、2点4点でもうちょっと加える。お、よし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 、一応これでとりあえず1回突破はできるようになった。テフェリープロテクション白かな、あ、これもしかして
ボトムに。はい、圧縮入れましょう。圧縮入れるといるのかな。ショック、リザードライトニング、ここまで減らしておくて、プロテクションも減らしておくて、そんなに入れるんだ。入れたいものが実はあんまりない。ここは入れるとして、入れるとして、まあ、じゃあね、ゲート一応入れておくか。プロテクションに、まあ、じゃあこれでいいか。うわー引かない、まずい。これテフェリー来るとハマるぞ。それもきついが、まだまだで、ランドランドを引いてくれ。よしよし、まだ、いやフェザー行った方がいいかな。これからな。いやーランドが欲しいな。さっきみたいにね、ランドいっぱい引くとやばいけど、引かないのもね厳しいんだよね。はい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 。おっ、よし、ランド引いた。これはアルカニストでいいか。意外とかな、このターン分かんねえな。あんまりネゲートで感じもしないけどな。ハイドロイドとかやばいし、まあ、マナカ作は消すけど、どうなんだろう。プロテクション2回使うか。
点しか軽減されない。素晴らしい。最も欲しいカードだな、オフトは。で、8点入れて、ネゲート構えで、エイデリズさえ無事であれば、いける気がする。オプトで、これが6点分。これだけで6点分があるから、まあ、11点あって1体止められても、まあ、2回目のオフトにネゲート打てば足りるんで勝ってそうですね。まあトップトップだとなんか引けたろうしね、まあ、引かない場合はプロテクションで投下できるから、まあ、大体何でも勝ってそう。ウィザードの勝ちですねつって結構これだけなんかね、なんかこうウィザード軸とフェザー軸があるから、なんか今回はフェザーの勝ちで、今回はウィザードの勝ちでとかなくなるんですよね。今回はウィザードの勝ちですまだ今日なんかあれですよね、モダンのには限らないか、禁止改定のね告知日ですもんね今日。結構そこは楽しみなんですね、どう変わるのかなみたいな。多分ホガー関係にミスは絶対入るとは思うんですけど、まあ、どう変わるかなっていうところでね、とうとうホガーそのものを禁止するのか、それともやっぱ1パック750円のあのね高額商品なんで、おいそれと禁止にはしづらいですよね。やべえ高級品しかない。引ければ、あるいはかかんない地域でもいいな。プトがかかんない地域を引けるとかなり勝ちに近づくが引かない。一応次のターンにすごい打点になるからもう一ターン耐えれればうわデッキに入ってないっす。いや、これシャッフルすべきだった。ボトムにいるやん、エイデリズ。あー強い、地上しかいないからな。ドローないよねいっぱい減った。
ですよね、この日記。え、ヤロが入ってる。来ました。何度しかないね。いやー、フラット結構起きるんですよね。いやー、ね、ワンフォークのあいつがスカった上にスペルナイナーしと残念だな。昭和食あんまなんか、てかもうてかあんなら亜食いらないんじゃないかな、もはや最近。そんな風に思えてきたな。スケシって感じじゃないもんな、別に。亜食じゃない気がする、サイドボード。ヤロクか強いな。3号でハンコンする体カラーで能力2回何があるかな。草食獣と11、まあそんだけで十分なのかな。何度もいっぱい言わせるし、考えるとあれ以外入ってなさそうだからあんまり入れたくないな。だショックは減らしてはそうだ。こうするか、こうかな。あんまり入れ替えることがない気がする。きつい。くー、ランドが集まってくる。厳しいな、こうなっちゃうと。リーデリズぐらいしかないですからね、ここで引いて嬉しいの。ちょっと今回はフラットフラットで趣味の。もう、ね、実験の強羅みたいな一気にこうバーって一枚でこうまくるようなカード入ってないんで、それがね弱いところなんですよね。出られてしまったこの反動。土地しかない反動。お、あれ捨てるんだ。まあ、トロフィーがあってとかかな。はいはい。スペルスペルスペル。いやでもまあ1点フェール大事大事。エイデリズちょっとタイミングが、これでボタンは固定入って、もう一回オプトから行きたいな。あ、トロフィーか。いや、ここはもうやるか。シャッフルした方がいいですね。
一撃プロテクションウィザードライトニングもうちょいだな、あと一発で勝てるようになる。まあ、でもハイノルドがあるんだよ。はい、シュッシュ、なんか身の回りここ使うもんできてくれ。バラできねえ、3つ使うけどつって、あこれはトークンが出てしまうやつ。引けばーつって、いや殴ってきた、ここでなんか引くと勝てる、もしかして。頼む、レキがちょっと増えた。レイデリーズ、うん、勝ったかこれ止まるんだけどこれなんか持ってるやつやんこれ。まあもうしゃあないね。アタック、送信、はあ、ですか。で 2C6、 あ死んでますね。うわー完璧、あーちょっとな、もうちょっと先にスプレー来ていれば。スクールアイランドがないっていうのは結構大きいですよね、デッキとして。まあさっきからめちゃめちゃこうフラットフラットとかスクリュー死んでますけど、まあ一応その、まあ一応ねこのオプトとか入ってる分多少マシではあるんですけど、でもやっぱりオプトぐらいでは回収できないフラットとかね、スクリューが存在するので、そういう時にやっぱりスクールアイランドの運は結構ありますね。まあまあその今3色なんですけど、一応2色に、まあ、普通のウィザードですね、普通に2色にすると、まあ、スクエアランドが少し前に入ってて、まあ、若干マシになったりとか、あとはあのフェザーもそうですね、フェザーも一応スクエアランドが取れるんで、まあ、そこで多少、まあ、フェザーに関してはねオプトなくなるんで、まあ、より塾はより発生するようになるんですけど、まあ、そういうあれで結構ね、いや今回はあんま勝たなかったですね一応ねやった感じ、若干ケシスと、まあ、ヴァンパイーヌはまあまあ強いんで、そこはね結構いい点ですね。スケシにも、まあ、スケシはちょっときついですね、普通のウィザードの方がいいぐらいにはあって、ウィザードもちょっときついんで、まあ、スケシが多いと若干きついかなって印象。エスパーでも結構強かったですね、やっててエスパーヒーローか、ヒーローミッドレンジあれでもまあまあ強くて、グリコンやばいとかありますけどね、またやっぱどうしても自分との勝負が発生するデッキではあるんで、今みたいにね序盤にこうスペル引かなくてうわーってなることはまあ多々ありますねって、まあ、まあそんな感じかな、まあ、このデッキはまあこんなもんでしょうと。ジェスカイウィザード、まあリストはまあサイドボールがちょっと軽いで、メインはもうそんな変わんない気がするんですよね。C といえば、まあ、赤白の2マナ22を入れて、フェザーに寄せるかとか、まあ、オプトとかかな、そのぐらいな気がします。あとランド減らすとかもありますね、ランド20にするとかは。まあ、22入ってるんだけど、ランドをちょっと減らして、みたいなね、のも。まあ、色がなんかきついデッキなんで、ちょっと難しいですけどね。でもね、部族ももっと寄ってればよかったんですけどね、もう完全と3の、しかもダブシン使うデッキなんで。色マナは今でもかなりピーキーですね。白が16、青と赤が14なんで、まあ1色は出るんだけど、16はね、3ターン目にまあまあ出しづらいとか、まあ出ても4ターン目には、その、おぼし飯を構えるとかが難しいみたいなマナベースになっているんで、まあ、ランドを減らすのは、まあ、結構リスキーではあるかなっていう、まあ減らしたいんですけどね、まあ、もう1枚ぐらい減らしてスペルに入れ替えるっていうのは、まあ、ありかなっていう気はしてますね。まあ、候補としては、なんだろう。あんま思いつかないけど。まあ、火力でもいいし、なん
テフェリとかもありですね。テフェリよく入ってるやつね。サンテフェ1枚とか入ったりしますけど、これも結構強いですね。キボヘじゃあこっちは違うとかね。すごいどうでもいい話なんですけど、このカードはリミテであまりでも強くて、で、あのマジックの不分率にリミテッドグラフでめっちゃ強いカードは構築でもめっちゃ強いっていう、まあ、法則があるんですよね。まあ、古くは例えばラブニカのギルドの、ムレネネズミ、あれはドラフトですごい強かったんだけど、構築ではまあ最初の頃は一切使われてなくて、でとある、大会でなんかこう最初なんかあの草の根大会とかかな、でムレネズミが使われてたらなんか何やそれみたいな笑われてたぐらいだったんだけど、結構強くてまあまあ勝ってて、で少ししてからムレネズミの強さが知れ渡って、まあ、席巻したっていうね、もうムレネズミ環境とまで言われたぐらいのネズミ環境があったんですけど、まあそんな感じで、最近だと、なんかあるかな、最近の消費泥棒とかは結構それよりかな、まあでも席巻はしてないけど構築でも結構そのサイドボードとしてすごい強いってなったりとかですかね。サルカンは一瞬使われたねでも闘争対戦で最強の肉だったんですけどね、もうプラスが強いっつってディスカイプリンズウォーカーのキーパーズでしたよね。だムーヤンリンもねすごく強いんで使いたいよねとかはありますよね。今あのちょっとキシスコンボがあったりして環境がめちゃめちゃ早いんで、ちょっとまあねこういうゆっくりしたカードはあんま合ってないかもしれないけど、まあでもこのデッキもね、まあ今日早くはないけど、このまあこれとこれでキシスを倒すと強いっていうのがあるんで、まあそういうなんか何かしらタフネス4をしっかり触れるカードですよね。なんかあんのかな、タフ4触れるカードって4点って実はあんまりない、もしかしてインスタントで。これ4点え、できない？何？エモーならできるのに英語にするか。デレス4ダメージ、お、いける、4ダメージ、よしよし。あー、ラバー声で、まあ、インスタントに、あ、これとかあったりするかな。赤黒サクリファイスみたいな、あ、ドラゴンデッキ3マナはちょっと重いな、 2以下で4点以上がいいなこれは論外。え、4点だね、これ。あ、4はグレー、はいはい、ダメージで4点数字は反応してるのかこれ、うん、ドラクセス走ったら倒せるっつってああ、44、うん、まあ、これは一応倒せるな、操作入りだけど。何、インスタントかこれ。あ、これもワンチャンあんのかな。なんかこういうグルールてか緑ターンでなんかね、なんか緑ターンなんかね一回ありましたね、あれに入れたりすると結構キシスも触れでバッチリだったりするのかな。なんかね、今結構環境が、まあ、早い前提でタフネス4も触れるかどうかみたいなところがあったりするんで、フェザーはもう完全に一緒に合致してるデッキなんですよね。まあ、環境的にはまあマッチしているはずのデッキ。一応ね、まあその透けしとかにはちょっと遅いからこのウィザード軸を入れることによって、まあ、速さで対抗しようぜっていうのがまあデッキの根幹、まあスタート地点なんですよね。ヴァンパイアにはまあフェザーが勝つんで、だからまあ透けしを完全に切って、ケシスとヴァンパイアを倒しに行くぜの2色もかなり安定するんで強いかなとは思うんですけど、もう、ね、全部に勝ちに行こうとした結果ね、このウィザードになるって言われですね。まあその結果
マナーベースは結構ガタガタなんで、もうちょいそこをね、なんとかできるといいんですけどね。まあ、タップインをもっと受け入れて、スクライランドに入れるとかね、そういうの、どうかな。まあ、そうなると多分こいつとかじゃなくても、まあ、そうなるとね、あんまり実際、その色を足す意味がなくなっちゃうんで、まあ、まあ、やっぱどうしてもこうなるのかな。まあ、一応、はい、そんな感じのデッキでしたよというところで、今日はこのぐらいかな。やっぱね、アリーナはちょっとね、やることがすぐなくなっちゃう。ネモーラとね、ここでなんか、見るとかかなとかあるんですけどね、アリーナはあんまりないので。一応こっちのもうちょいでね起きるであろう、ね、この辺出てくるね、あのあれとか出かったんですけどね、禁止回転とか、まあ、多分もうちょっと後なんで約12時ぐらいですよね。でおコマンダー出るんだ。そういえばコマンダー先週発売してたんでしたっけね。あんまりみんな興味ないと思うけど、コマンダーじゃあコントロールセーフでしょ。なんか最近コマンダーなんかこう、ね、レガシー向けのカード作ってないっすよね、明らかに。これなんかすごいけど、平和の執行、これ面白いですね。まあ、でもレガシーで強くてやったら微妙だしなって、別にコマンダーでも強くないしなって。あ、そう、なんかそのコマンダー向けのあれってコマンダーに配慮、あ、レガシーに配慮した結果、コマンダー向けのカードも別に強くなくなってて、ちょっとなんかね、そこがもやっとするんですよね。まあ、それこそね、ガチコマンダーは、みたいな話かもしれないけど。あ、これは結構面白いですね。各コマンダーをものすごい、これ一応、これがね、1マナとかだったら、かなり良かったですね、これ。自動車の欠如。まあ、2マナでもまあ、キャンプとか2マナだとかだったら、これ、共闘メタみたいな感じになるよね。まあ、みんな入れとくなっちゃうけども、それは。それはちょっとまあ微妙か。普通の重いコマンダーが生きるはくだけで、共闘は軽いからあんまり効かないか。てか、これ、コマンダーエネルギーを戻すってことは実質これ除去ってこと？どうなんだろう。戻るから除去になるのかな。これ結構面白い。基本的にレガシーで見ると仮でもだけ見ればいいからな。千の風に繰り、マットネス、あ、今回さマットネス結構減ってるんですよね。なんかスタンにあったらまあまあ強そうみたいなマットネスがめっちゃ多いですよね。別に下の環境ではフーンみたいなカードが多い気がする。ホントにすごいってそんなめっちゃ多いから、ん、これあれじゃんなんだっけあれ、再利用ニマラドナのエンチャントや、あれ内蔵クリーチャーなんですね。骨たかりの主戦闘、これいいカードだな。今日レガシーの青白い仕掛けでセビンの再利用、これか。3以下のパーマネントを戻す、仕掛けとか剣運とか、ああ、いや、実とかを戻せる、墓地からプレイしたらコピーする、ソーサリー、青白い仕掛けにこれか。まあ、ウエストランドとかなんか、まあ、まあ意外と幅広いから、まあそのなんだろう、まあ、単純なカードパワーっていうよりかは汎用性で強さをカバーするのかな。一応まああれっすよね、なんだっけあれ、3マナの議会の採決かみたいな感じで、3マナって基本的にはほぼ入んないけど重いんだけど、やっぱその汎用性を買って使えられるのがためにありますよね。まあ、議会の採決もその汎用性寄りの枠ではある。カードもウエストランドがあったら土地に触れるカード、まあ実質ランドに触れるカードで、
一応まあ装備品、まあ、石鍛冶とか、うん、ポチに落ちない、うん、分からん、まあ、そんなに強くはなさそうだけど、まあ汎用性は高そうではある。いいか、あとはサイドボロとかかな。サイドボロって、まあ、あとデッキの中身次第か、うん、なんかワンアクセント入ってるとなんかやっぱ能動的にサクリファイスして使えるカードがあるといいですよね。ウェストランド以外がなんかあればできれば今田のカードであるとベストなんだよな。あ、そう、ファイレクシア、ファイレクシアまだね、それがちょっと楽しみだったんだね。よーくするんですか、キリク、これは、いやこれはさ、レガシーなんかあったりしないかな、さすがにない。なんかコストをいじる系ってライフめちゃめちゃ痛いけどね、優秀なのが減るってなかなかないからさ。ここだってね、6点ペイでプレイしてね、打率中、ふんふんふんみたいな。ね死ぬか。それ死ぬか。4バラだもんな、そのとはいえ。さすがに重いな。4バラ、22、ペイ6、ライフ。ペイ6ライフだけど、打率は3マナ出るし、ダメかな。まあ、でもこういうのは、これはね、本当にグッドデザイン賞ですね。これは素晴らしい。これはまあ、その下の環境でもまあ、なんかゼロじゃない気はするし、まあ多分ゼロだと思うけど、まあなんかワンチャンありそうな気分になるし、かつコマンダーですごい面白いですよね。なんか強すぎるってわけじゃ全くないけど、面白いからだから、これは本当にいいなと思います。わかんない、ムカつき最強かもしれないけど、まだまあ単色のムカつきはそんな強くないからね。なのでこれは、うん、いいカードですね。あ、靴のぬかるみこれね、リアナの勝利のねみたいな。あ、エンチャントさかエンチャントされるやつかこれなんかすごい方法でされてきたよね、エンチャント。とうとう、あ、これはレガシーキューブか、一応これ誰が使うか分かんないけどまあ黒、赤黒、まあグリクシスならエンチャントに触る唯一の方法になるから、なんかうん、赤タンプリズンに強い、うん、でもグリコンかな、今グリコン自体がちょっといいかな。レントロコンのせいで死にかけてるからな。まあでもこれは、まあ、非常にいいですね。これは唯一ギリレガシー級、まあ、サイドボードカードとしてすごいなんかワンチャンある、うん、でも下の方が全部最悪なんだね。これスタンでやったら強そうだよね。いや強すぎか2マナ33アタック3ドロー、さすがに強すぎだな、こいついたら。でこれは2マナ33でアタックしたら3ドローはなんかいけるかな。これなんかやりそうだな、このカード。ヴィンテージアメリカ、さすがにちょっと2マナは重いかな。なんかヴィンテージでもこれ1枚入れそうですよね、あのあれに、ほら食物連鎖じゃなくて、弱肉強食じゃなくて、なんだっけあれ、弱者、ん？ん？なんだっけあれ、弱肉強食じゃない、弱者の件でもなくて、食物連鎖じゃなくて、まあ2マナないんちゃんとね、あれ、ルードワラがめっちゃ出てくるやつ、ミノマナでハンド切って。ルートワラ持ってきて、ルートワラ切って持ってきて、ルートワラ出て持ってきて、最終的には44が出てくるやつね。あ、そう、適者生産ですね。ありがとうございます。そう、それあれのデッキになんかワンチャン1枚、結構あのデッキいろんな方1枚入ってるんで、これもなんかね1枚入ったりしないかなみたいなね。あ、これも置いたら結構すげえやつ。これはまあマジでこれコマンダー向けで、あ、めっちゃ強そうですね。これはもう何マナ出るんだっていう、
まあ2ターン目だったら、あれはまあ1ターン目とかだったらね、1ターン目の後手番とかだったらまあせいぜいに3個4、3個ぐらいかな。だけど4ターン目ぐらい出したらね、まあ、2マナで7、8マナ加速円になりそうだから、これはすごいね。ハトバの強化者、強活者、これはかなりコマンダー向け。あ、俺これ M で当たったんだよな。その数のクリーチャーを対象とする X のダメージを分割して与える死亡するために居住を行う。へえ、いや面白い。いやこれはなんか、うん、コマンダー向けの面白さがあっていいですね。お味、うん。3枚追放するとそれをプレイして、よい、どっちからプレイしたらコストを払わずにプレイする。8マナ、おもおも、コマンダーをプレイしたら戻るフェニックス、そういうカードはコマンダーにおいて弱いんですよね。お、新しいイラストのフェイスレスルーティン、新しいというか結構前のエモーになった気がするけど、誰か愛か漫画のやつじゃなかったっけ。あ、これいいですね。頂点のアルディサウルスでけえっつって8マナ10で格闘して格闘して格闘して格闘するってやつだよこれね。そうだよね、出たら格闘できる、で月光で格闘できる、うん、いやこれは面白いからいいですね。なんかアニマのメールとか喜んで使えそう。面白か。ちょ、中 X かい。ね、ミド XX がね、これミドミドミド X だったらよかったんだけどね。ちょっと X 重いよね。あ、氷雪。でも重い。今回氷雪入ってるんですね。バタンキングじゃ摂取持って、あ、これはなんか、あれか、一応あれなんですね。5マナだから、まあ、入んないだろうけど、イズールにワンチャン系ですね。セレズニアの賛美者、居住を行う。重いなぁ。333、スタンジャーだから強そうだな。コマンダーカードをハンドに加える。どっちからパーマネント。操縦。両方ともにこれを狙えたらなぁ。1枚引く433マックス4マックス4マラ333ドロー、で終わりか。氷雪クリーチャー新規1枚だけが、あ、この辺があれか、コマンダーのビットか。チェイナーカードを1枚捨てる。このターンあなたの墓地からクリーチャーカードを1枚唱えてもよい。毎ターン1回でも使える。トークンでないクリーチャーが出るたびに速攻を得る。卵が死ぬとエメラクールが出るやつですねこれはいいカードだよね。卵からエルドラーシュが出てくる。本当にっつって、まああとね、一応でも多分エムラクールとか入ると思うけど、このこいつもね、このアレティサイズも入るんでね、無限のエルシャ、これ絶対こいつあるやん、ジスカイの流星のあいつじゃんこいつえ、そうだよ確かね。ジスカイそうだよ、こいつだよね。あるいはジスカやなんだっけ、これじゃないか、やっぱこれか、これのカードちゃう、ジスカイアセンダンシーの、ん違うか、いやいないか、違うか、来ませんか、なんかいた気がするけどな、こいつなんかにいたと思うけど、まあいいや、果敢でトップが見れて、クリーチャーでも土地でもないカードなら瞬足を持ってるからプレイする。え、なんかすごいけど、まあ
フューチャーサイト、うん、コマってこと？コマってことかなつって、コマ無限ができちゃうぞい。マナは出ないけど、まあマナはね、何でも出せるからね。ジェラート、ジェラートが死んだらこれを追放してこのターンに、それで戻す。めっちゃコンボカードやんつって、でまあ追放するからまあ、ラス打たれたら全部返ってくるぞいか。あ、サイの人か。殴ったら居住して、殴ったら実質ゲームエンド、だからスタンに欲しいですねこのカード。いい塩梅の強さっぽい。プレダーの感情グレレン、これなんかタイタン感あるな、これなんか、ね、44出して、まあ、本体はちっちゃいけど、まあ、タフレス効果あってね。殴ったら居住を送るだから、まああれか、サイ横のサイ殺されると結構あれなのか。まあでもまあまあ結構タイタン、こいつはが死ぬと、はい、お、こいつは絶対にスルタイ、カディーナ、あなたの各ターンに最初のクリーチャー自分が前コストは3少なくなる、恨み切れ出ると1枚引く。うん、なるほどね、毛布が戦うか、1回だけ。これは面白いですね。マリーシ、戦闘中に呪文がプレイできない、刺激する、うっす、プラミコン、天空類液プラミコン、その色は攻撃者を利用し繊維を誘導する。あれか、左右のやつか、これいいよな、面白いよね。こういうなんかね、あのこういうカードこそあのコンスピラシーに入れてほしかったんですよね。うん、まあでもそれだとちょっとゲーム破壊しすぎるかな。いやでもなんかね、まあもうちょっとこうね、いやまあね、コンスピラシーにあったら非常に良かったと思います。最初に落ちしてもライアン。あ、これあれか、ゼンティカーのやつか。ヴァンパイアからエルダージの眷属になって最初のやつですね、これ。遠くでないクリーチャーが死亡するなら、そのカードに消えていかないし、追放するクリーチャーを引こうって、魂破棄。魂破棄。セービング、セービングというダメージ全て軽減する、インスタントが、うん、ターンガース、2体以上のクリーチャーによってはブロックされない、他のクリーチャー1体が、あ、相手のクリーチャーが殴るたびにこれがタップ状態の場合、え、そのプレイヤーはこいつのコントロールを得る、もう選んでもいい、あなたは選んでもよい。そうしたら一体選ぶ、そのプレイヤーがターンガーストはそのプレイヤー、あ、他の人を殴るのか一緒にこいつ、面白、4マナ5号で、ね、他の人が他の人を殴った時に、よし俺も殴るぜっつって殴りかかって、投射したダメージは累積するからみたいな話、面白ボロナス、あなたのターン戦闘の開始時にクリーチャー1体の所持でマイナスカウンター1個置く、リミテボムじゃん完全に、これカウンターに置けたクリーチャー1体よ、すごい、なるほど、すごいコピーだよ、すごー、これすごー、こんなリミテボムやんつって、うん、あであとさ最楽、はい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 、こいつで表出だったらよかった、はい、
ティアクト英語機関プレイゲームのターン順を逆転する。あまあまあコマンダーっぽいですね。コマナは重いだろう。でもチームメイト、いやいや、これ一応あれか、まあ疑似的に追加ターンっぽくできるのか。まあ追加ターンじゃないけど、ターンを渡した直後に使うとターンが回ってきて、だから一応誰でも使える、ちょっとというかすごい弱いタイムワープか。弱いな大出力自動生成機型、マナがめっちゃ出る。パラドックス装置は落ちた、大禁止になった。マナーのゴブリンが最強ですね。そんぐらいだったかな。ここはまあ特別何もなかった、まあ、レガシーだと一応こいつがないわないか、331のなんかあれでふと思っちゃったけどないな。まあじゃあこういった平和の執行ぐらいかな。途中でターンを飛ばすことになんかできるかもしれない。いやないかな、実質これタイムアップだからな。なんかないかな、これなんか平和の執行なんか面白そうもできそうな気がするんだけど、ちょっと難しいか。それだったらもうできてるもんな。はいはい、でまあ、で今日はとりあえず、まあ、あ、ちょっと違えた、よいしょ、アイネやって、まあこんな感じだったんで、来週はどうしようかな。一応まあモダンがですね、おそらく来週にはもう禁止改定が出ている上で、その禁止改定のあれが、なんていうか、禁止改定が施行されているはずなんで、多分来週はその禁止改定後のモダンで遊びたいなと思っております。はい、一応まあ、ね、一戦とかもあるんであれだけど、なんか、まあ、まあ禁止改定の内容次第でなんかデッキをね回してみようかなと思っているんで、また来週も告知すると思いますので、ぜひぜひご視聴いただけると嬉しいです。あとね、僕は、ね、今夏休みなんですよね。ちょうどしばらくお休みなんで、もしかしたらまあ勝手に平日とかに放送するかもしれないですので、多分昼間とかですかね、きっとするかもしれないんで、まあ、もしお時間合うときに見かけましたらよろしくお願いしますって感じで、じゃあ今日はちょっと早いんですけど、この辺で終わりにいたします。どうもどうもご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。では失礼いたします。お疲れ様でした。おやすみなさい。ではでは。